シングルマッチ。うわ、はい、まあね、北斗からするとモチベーションが上がっているところで、さあ、そっちからの差を見せつけていきます。谷口の方はね、3年ぐらい先輩です。さあ、ここで谷口がボンバーを打ちましたね。さあ、そしてチョップを打っていきます。うわーっと、強力な高水平チョップ。さあ、ボンバー選手もなかなか体が厚みがあるんですけどね、この2人耐えましたが、およそ20キロですか。あー、20キロボンバー。さあ、この体格差もね、さることながら精神的にね、谷口選手、VTR のね、このトランダイのベルトを取ってるのチグちゃんがいますからね。さあ、王者としてもね、差をこの試合の中でね、見せつけようとしております。さあ、ボンバー王者もね、気持ちは負けていませんね。ただ、負けてないですよ。さあ、そしてになってしまいますね。パワーでひたすら押していきます。
さあ、そして今度はああ、もうちょっとだ。さあ、これコーナーを、ね、設置していますから、ただ勝負に行く場所はありません。そしてコーナーを押しなきゃ。そして、こんなにちょっと押しちゃうな。
がこんな